会議を再開します。五項の都市計画費について質疑を続けます。はい、春川委員。今ほどまあ丁寧なですね説明を課長の方から受けたんですが、実は皆さんの課とは直接はじゃないんですよね。いわゆるその空き家がいっぱいあるわけですよね、柏崎には。これはもちろん市民活動審議会だと思うんですが、そこら辺とのですね整合性もやっぱりその景観の中に入ってくると思うんですよ。でせっかくそのさっきの3つの地域でしたかね、手を挙げたとしてもそのもう空き家があってね倒壊しそうなうちというのもあるわけですよ。そういうものに対してですね全庁的にいわゆるその横の連絡といいますか、どういうふうに考えてますか。都市政策課長。都市政策課長。はい、空き家がですね、景観に与える、阻害要因ということは私どもも承知しております。ただ私どもの景観の作業を進める上で、私どもの景観の中で空き家に対する取り組みをするかどうかということにつきましては、市民活動支援課の方で、空き家の対策の方を、主導的に進めているということがありますので、ホームのところでですね、それぞれこうやっても、分散するだけですので、基本的に空き家の関係については、市民活動支援課の方を中心とした対策の中で、対応するというふうに考えています。ただ、当然私どもが進める上で、地域のその話し合いの中で、そういった問題についての提起があれば、それは市全体としての、認識を一つにするという意味で、承って共有したいと思いますけれども、景観の私どもの取り組みの中で空き家を具体的にということは今のところ考えています。以上です。それから一市民としてです、言うなればですね、景観条例は私はいいことだと思うんですよ。それはまあ進めてもらいたいんですが、それよりもっとすることがあるんだろうという市民が大方だと思うんですよ。それなぜかというとですね、今話した通りでね、いわゆるその空き家に対するものがもうあちこちでもって今いっぱいあるわけですよね。で雪で倒壊しそうなとこしてるとこいっぱいありますし、それからハクビシンがいたり、いろんなその鳥獣がいたりして困るとこいっぱいあるんですよね。ですからそういうものをですねまず片付けてこないと、やっぱりそのいくらその景観だなんか言ったってですね、中身の入らん条例になってしまうと、中身の入らんその景観になってしまうという状況じゃないんでしょうかね。都市政策課長。都市政策課長。春川委員さんから今ご提案になりました、そういった個別の内容も非常に重要なことだと思っておりますが、市全体の広いエリアを踏まえての、長期的な方針というものの観点からすると、私どもこれは一つの施策として、いずれ取り組まなきゃならないとすれば、早いうちに一定の方向性を示して、いくべきだと考えておりますので、決してその今はほど個別 の内容でご提案といいますか、ご意見があったある内容をですね、これにと比較して遅れるとか進ませるとか、そういった考えではなくて、これはこれとして、淡々と進めるということでご理解いただきたいと思います。はい、湯口。はい、空き家というのも、景観に与える影響が大きいんだろうというのは、私もそう思いますけど、個人の財産という問題がありますからね、なかなか難しいんだと思いますが、先ほど代理の説明の中で、その支援策云々という話があったかと思うんですよ。本当に言えば計画だとか条例案だとかの段階で、質疑というか議論すればいいのかもしれませんけども、フィックスしちゃうとなかなか変わりようもないと思いますので、ちょっとここでお聞きしたいんですが、色ぐらいって言ったら欲しいんですが、色彩を制限するとかだと、そんなにこう個人の所有者というか、その建物を建てる方とか、ね、維持される方にそんな余計な経費がさらにかかるとかっていうのはないのかもしれませんが、外観上の衣装を、ある程度は統一してくださいよとか、特に通りに面したところだと思うんですけども、あるいはその樹木の維持とかなんかこうとかっていうのがあるかと思うんですが、そういったものにぜひ制限をかけるんであると、昔、それこそ平山知事の時代にはふるさとの文化 1% 事業だとかなんかっていうような事業もあったように、
そこの整備というか統一感を出すための部分の工事費とかには何がしかの補助が出るとか、そういうところまで検討は進んでいるものですか。女性作家長、女性作家長、まあ、具体的な支援策についてはまだ確定はしておりません。ただ、まあ、他市の状況をその他、まあ、参考にさせていただきますと、まあ、市全域でなかなか全部という形にはなりませんので、一般的な状態というのは、まあ、重点地区というところである程度、まあ、支援策を講じ、具体的なハードの面ではですね、あとはソフト面といいますか、そういう取り組みに対しては広く市全域で、まあ、計画というか取り組みに対してのソフトの支援みたいなものはそういうところが多いように思っております。それにつきましてはこれから具体的に検討に入りたいと思います。ただ個人的なところに支援するとかいう形にはなかなかですね、まあ少しいきなりというのはちょっと難しいかなと。まあ地区の団体とかですね、町内会とか、まあ、そういった形のところを見据えた中で、まあ考えていかなきゃならないかなと。まあ今言ったように、まあ、いろんなこともありますので、それも含めて今後検討していきたいと思います。矢部委員。はい。公園管理についてお尋ねしたいと思いますが、いや直営といいますか、総合公園については、まあ、市が直営しているわけですが、ほとんどの都市公園はですね、地域に管理をお願いしているんだろうと思うんですが、まあ、そうであるかどうかの確認とですね、その地域にお願いしていることで、どうでしょうか。支障が生じているとかいう事例は あるのかないのかあたりについてまずお尋ねしたいと思います。維持管理課長。維持管理課長、都市公園の管理についてお答えさせていただきたいと思います。都市公園は25箇所ございまして、その他の管理施設として三根夕日が丘公園、柳橋区半広場、宇川桜堤時和台なんですけれども、その管理概要につきましては、シルバー人材センターに委託が7公演、で町内会委託が18公演ということになっております。近年、まあ、町内会も高齢化というようなことで、なかなかその草刈りがちょっと作業員がいないというようなことで、相談を出ているところなんですけれども、今の段階ではですね、町内会に協力していただくところで進めておりますし、またシルバー人材センターの委託で公園を管理しているというのが実情でございます。今課長話をされたその公団のことなんですよね。まあ、できるだけ地域の公園は地域でという意欲はあっても、まあ高齢化みたいなことが大きな要因になってですね、なかなか管理がうまくいかないという中で、まあ返上したいというような声を、まあ、私聞いているのは 1,2 なんですけども、ある、まあ、私の立場とすれば、いや地域の公園は地域を守りましょう、草刈りぐらいやりましょうさという、まあ、方向づけはお願い してはいるんですが、それにも限度があるわけで、そのギブアップした地域についてはね、スムースに受け入れていただいて、お金がかかるでしょうが、その、シルバー人材センターに回すとか、はたまた、いや何が不足してるんだ、例えば、管理費のね、管理費の増額、まあ、今草刈りみたいな話が出ましたが、草刈りみたいなことについては、その助成をするとかいうようなことでですね、できるのかどうか、つまりギブアップしたようなところに対するですね、皆さんからの、その、どうですか、援助というか、まあ、やむを得ませんねと言って引き上げてくれるのか、どうなのかあたりを確認したかったんですよ。石上課長。石上課長。ここでその回答はできないんですけど、極力その地域の公園ということで、愛着を持って管理をしていただいて、町内の方が利用していただきたいなと思っているところでございますが、まあ、今後、矢部委員がご懸念されているように、
そういう状況になりましたら、検討をさせていただきながら、我々が補助するところはどこまであるのか、断念するべきなのかというのをまた検討していきたいと思っております。やべえ、はい、じゃあ今の件はそういうことで、よくまた地域の実情等をですね、積極的に把握して、地元の管理が継続するように頑張っていただきたいと、まあ、こう思います。で次の質問なんですけども、まあ、これも、まあ、答えは分かっているような話をしますが、まあ、そうは言っても具体的な説明を、まあ、いただいてないわけですから、お聞かせいただきたいと思うんですが、8号バイパスのですね、新年度の展開、まあ、指定方針の中では、柏木トンネルの着工をしますよという話がありました、遺跡の調査も進めますという話がありましたが、まあ、もう少し詳しくご説明いただければありがたいと思います。八号バイパス事業室長。八号バイパス事業室長。はい、そうですね、3月の段階で、新年度の予算概要、一応発表がありましたので、その内容をもとにご説明したいと思います。内容的にはですね、まだ確定ということではございませんが、新年度予算、平成27年度当初予算としては、8号バイパス、7億から14億という形の幅で、発表がされております。例年ですと何もなければこの状況でマックスの額がつきますと。で前年度の、当初予算が 13億ということでございますので、このまま何もなければ14億という予算が確保できるというような、予定だと思われます。で内訳としまして、ある程度想像になりますけども、トンネル工事が発注になったということで、新年度トンネル工事で7億の予算枠、これは国際枠ですので義務額ということになります。7億の工事費、そして遺跡調査も順調にいけば3班体制ということで、これがなかなか予算がかかるということで、1班2億ほどかかりますので、2億の3倍ということで6億ほどかかるんじゃないかというふうに考えております。残り1億ですけども、これは設計費とかですね、いろいろ今後のための所座品のようなものを合わせて1億ぐらいということで、合計14億ほどということで考えられております。まあ展開上、来年度の工事内容としましては、そういったトンネルがもうメインになってしまうと、あとは遺跡調査、この2本立てということで、ほぼ確定なのかなということで考えております。その後の展開についてはなかなかまだトンネルの事業規模が大きいものですから、ちょっと分かりにくいというところでございます。以上です。やべえ、で あと2つなんですけども、今そのトンネルそのまま向こうへ抜けるまでのね、概算事業費って何か発表されていましたか。もし分かればそういう聞かせていただきたいことですね。いや、それからもう一つね、もう一つは、まあ、今のご答弁の中で尽くされているとは思うんですが、豊田橋から116の接合点までのことなんですが、分岐点ね。まあその話が出てからもう20何年も経って、25年も経ってるわけで、あそこの地域の皆さん非常にその挙手に困ってるって、まあちょっと挙手に困ってるってのは言い過ぎなんだけども、方針が立たんと、自分の一生の間にその解決しないで、しまうのではないかという心配があって、これはまあ皆さんにも時折お願いしてるんだけども、いやまあその通れる道があるうちはいいんで、まだ通れないそのトンネルを急いでつなげることが先だという、それは最もなんだけども、まあ、地域の人にですね、これらの事情説明というかな、なんかをやる必要があるのではないかという必要性を感じているんですよ。個別対応じゃなくてね、関係者が個別対応じゃなくて、と思うんですが、その辺のことも含めてちょっとお考えをお聞きしたいと思います。八号バイパス事業室長。八号バイパス事業室長。はい、今ほどのご質問ですけども、これもトンネルと関わりが深い問題でございまして、そうですね、ちょっと3、4年前の話になりますが、トンネルの全体事業費としては、40から50億というふうに聞いておりました。ちょっと最新情報としてはちょっとまだ分からないので、どういうことか、また今、入り口のトンネルをやろうとしてますが、
それが200メートルほどで、続いてあと1100メートルほどの山岳トンネルといいまして、普通の山を掘るトンネルが残っているわけですね。でこのトンネルが入り口のトンネルが終わり次第引き続き発注になるんですけども、これがおそらく、3年ほどトンネルにかかるという話がございますので、おそらく国債で設定されるということだと思います。かなり大きな事業になりますので、このトンネルが続いている間はですね、他の工事になかなか進んでいけないという状況が出てくるかと思います。で昨年ですね、国土交通省の方にも市長と一緒に要望に行った際ですね、政務官の方からも説明あったんですけども、トンネルは頑張りますと、トンネルの展開が見えてくれば、そちらの長崎方面のですね、事業拡幅、限度拡幅の、展開も見えてくるんじゃないでしょうかというコメントはちらちらいただいております。ということで、トンネルの全体像がですね、つかめない限りはちょっと供用予定といいますか、そういった発表もないのかなということで考えているところです。以上でございます。で、その何ですか、いわゆるその豊田橋からその北の方にはあれなんですか、その現状ではおよそここまではかかるということのは、いわゆる上流測量みたいな形でですね、大まかな町会っていうかな、計画線というのが入っているものなんですか。つまりそういう事実があれば、それをその個人は承知されているのかどうかというあたりのちょっと確認させてもらいたいです。八号バイパス事業室長。ですね、残念ながら都市計画決定時の図面は手元にございますが、どうもですね、それ以降検討し直しをしているようです、国の方でですね。ですので事業予知幅としては広がる可能性もあるし、ルート振る可能性もあるしというところで、最終的な絵はですね、こちらもまだつかめておりません。ですので再度詳細な測量、いわゆる予知測量がかからないことには、なかなかそういった話ができないのかなということで考えております。はい、そうです。では続きまして、ここですね。はい、どうぞ。あ、すみません。じゃあその下のですね、夢の森公園の予約システムの再構築委託なんていうのが出てきてるんですけども、今不便で申し訳ないんですけど、予約システム、いつから運用かでもそんな古い話じゃないような気持ち、記憶もあるんですが、でいつから運用を開始して、今回その再構築しなければいけない理由は 何なのかというところを教えていただきたいと思います。夢の森公園管理事務所係長。夢の森公園管理事務所係長。はい、予約システムについてですが、開園前から準備の方をしまして、開園当初から、今日まで運用を続けてまいりました。その予約システムを管理します、サーバーの方がですね、補修期限を、超えたということで、壊れた時に、メーカーの保証がちょっと難しい可能性があるというところでですね、サーバーの入れ替えも伴いまして、さらに環境が変わる関係で、その現在使っている予約システムを継続して使う上でですね、再構築という作業が必要になってくるというふうなお話の中で、予算計上をさせてもらいました。以上です。丸山委員。そのまた下の推進市街地活性化推進というところでございます。ご説明が南口を推進するというようなお話になったように聞いてるんですけれども、何せ、予算も前年度対比では大変な伸び、10億
9倍ぐらいまで降りてるわけですね。それが今向こうその一覧なんていうところで一覧の方の状況ですね、ちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、例えば乗降客数だとかですね、あの辺のまま一体居住されている人たち、100人の人がおられるのか、あるいはあの辺を応援する応援人口といいますか、言うんですかね、まあ、どういうふうになるか分からんけども、まあ、理解していただけると思うんですけれども、いわゆるまあ、どの程度、一口で言えばどの程度の意味合いを持って、今、あの引きの地区はいるんだろうかなというのは、私にはちょっとよく分からんのですから、そのうちにお聞きしたいと思います。都市政策課長。都市政策課長。今あの丸山委員の方から乗降客等のお話ございましたが、手元で今持ち合わせている資料ですと、乗車ですかの数が約1900人ということですが、これはあの駅南ということで分けて、把握しているものではないということですので。申し訳ございませんが、駅南地区に限って、どのくらいかというのは申し訳ございませんが、把握はしております。で今の駅の周辺の方の関係という、駅南口の広場の関係は、まあ、バスの乗り場がありますけれども、まあ、そこのところの、まあ、非常に手狭なものですから、その機能は拡充しようということを目的に、進めるものです。ちょっと周辺 の住民等の数も含めて、ちょっと手元で資料を見直せるので、これについてちょっとお答えできないと思います。はい、あの今、バス等の乗り降り口を整備というふうにご説明いただいているんですけど、今ではそんなに、バス路線等に、バスの乗降等に、関数推移はなせなかったんですかね。都市政策課長。今回の南口の整備につきましては、まあ、トイレが、まあ、もともとあそこにないということで、非常に利便性が悪いということで、まあ、市民からも、まあ、要望が高いということが、まあ、大事になりますし、現状もですね、非常に狭い中で、まあ、バスが回転しておりますので、まあ、一時期2台バスが並ぶときがありますけれども、非常に、まあ、なんとかやりくりはしておりますけれども、非常に手狭だということで、まあ、そういった機能も含めて、少し拡張してですね、整備しようということで、まあ、バスおよび駅にを利用する方の機能の、まあ、利便性確保、そういったことを目的にやるものでございます。はい、佐藤委員。それで、この工事なんですけれども、平成28年度の工事着手を目指してやっていくということなんですけれども、まだ私、こういう形で、バスの回転場とかトイレがこの場所でできますよっていう S 型をまだ見てないような気がするんですけども、これはできているのかどうかということと、これ去年も確認したんですけども、8号線までの道路確保の状況がどうなっているのかっていうのをついでに加えて、ついでにですね、加えて確認したいのと、それと昨年度と大きく違うのは、旧民間のカラオケの建屋があったところが更地になっています。で、市としては駅前の土地を、まあ、購入したばっかりなんで、まあ、お金がないということになんでしょうけれども、市民としてみれば、駅南のところにあれだけの広大な土地があれば、なんとか活用できないかという思いがあると思うんですけれども、その辺の、まあ、民間の土地でしょうから、市としては一概に言えないでしょうけれども、それの考え方についてあれば、含めて聞かせてもらいたいと思うんですけども。都市政策課長。課長。まず
駅南口の広場の、まあ、列がといいますか、基本的には私どもの方で、レイアウトはできております。まあ、それに基づいて、土地の購入という形に入っておりますので、基本的な図面、あの詳細のまたあのところで詰める部分はありますけれども、おおむね、概略の姿はできております。あとあの道路の関係、8号までの道路の関係でございますが、これにつきましてはあの都市整備課の方の所管でやっておりますので、そちらの方でお答えできると思います。あとあのまあ旧ナルスでしょうかね、あの大きい建物が、まあ、取り壊しということで、まあ、これにつきましてはまあ土地の所有者といいますかがありますので、今のところ私ども直接的にですね、あそこをどうぞという構想は持ち合わせておりません。以上です。よろしいですか。都市整備課長。都市整備課長。八号までの道路改良につきましては、都市整備課の方で行っております。今交差点改良を含めて、一応地元の同意を得た中で設計段階でになっております。でそ ので設計、詳細設計の方、今年度やっておりますので、来年度もう一度町内の方にそれを提示しまして、用地の方の交渉の方に入っていくという形になっておりますが、ともだ、8号線との、除雪車線との形で、8号、要するに国との方の調整の方もまだ済んでおりません。その辺を踏まえまして、経てから、地元と用地、それから保証の方の交渉に入っていくという流れになっております。佐藤委員。一つ目の駅南のその絵図について、もう出してもらえるようであれば出していただきたいと思いますし、これ要望です。あ、要望とかお願いです。出してもらえる段階であれば。で、二つ目のその駅南までの、あ、すみません、八号までの拡幅の用地買収は、ちょっとどちら側の方の用地買収するのかっていうのは分かんないんですけども、今言えるような状況であれば教えてもらいたいですし、言えないような状況だったら言わなくて結構です。はい、今地元の方との話の中では、ミスタードーナツ側の方をかけるという形で考えております。反対側の方も、そちら側のサイドの方が広がると。要するに、はい、あの8号を挟んで、7の1と7の25線と両方やる予定にしております。あの一応新沢歯科医院といいますか、はい、8号を渡って新沢歯科医院の交差点ぐらいまでを今頭に入れて計画の方を進めておるという状況です。佐藤委員からの資料請求 の、はい、あの今質問要望がありましたけれども、あの担当課としてはそれは出せる状況でしょうか。都市政策課長、お出しできますので、後で議会事務局とついて、はい、お出ししたいと思います。はい、お願いします。矢部委員、あのもう一度確認なんですが、その南口の8号の間は全面拡幅するという考え方なんですか、それとも右折車線の確保だけという考え方なんですか。今課長だと反対側の新沢委員の方は、あたりまで拡幅するということからすれば、駅のいわゆる南口広場からずっと8号までは、同様に拡幅するというイメージで取ったんですが、それでよろしいかどうか、もう一回確認して。都市整備課長。都市整備課長、すみません、あくまでも8号線の交差点改良、右折車線の設置ということで、駅南側と8号の反対が新沢歯科医院側の方ということで、全面じゃない、全面じゃない、駅南、駅の南口から全面ではないという形です。はい、次の項によろしいですか。はい、それでは6項の住宅費304ページからになります。
一応確認をさせていただきたいんですけども、まあ、あの柏市というか、まあまあ、海に面した地域特性もあるかと思うんですけども、まあまあ、津波住宅だとか、まあ、超人家というかライフ、まあ、サイクルコースの改善を含めて、まあ、超寿命化を図っていくということなんですけども、そういった、まあ、メンテナンスというか、改修のサイクルっていうのは、まあ、他と比べてやっぱり塩害等で早いもんなんですね。短いもんなんですね。その辺は、まあ、検証されておられるのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいと思いますが、建築住宅課長。建築住宅課長。まあ細かいですね、分析はしておりませんけれども、結果的にあの今回といいますか、平成27年度の予算にも要望しました、松波 の E5 と、これについてもですね、やっぱり海に近いということで、玄関度も相当まあ、下げているという状況なんで、まあ、今回、まあ、平成27年度に予算要求を行って、玄関度の取り替えをするような状態でございますので、やはり、海に近ければ近いほどですね、痛みが激しいという状況でございます。春川に。ちょっと確認させていただきたいんですが、まあ、あの4階とか5階とか、そういう階に近いんじゃないかと思うんですよね、まあ、全体なんですけれども、まあ、あの高齢者の皆さんもいらっしゃるわけなんで、なかなかあのエレベーターがないとですね、まあ、ご不自由だという点も感じられるんですよ。それであの、まあ、これから作る前に帰ったあの関しては、そういうものを設計に入れられると思うんですが、既存の建物にはなかなか難しいと思うんですが、その辺はあの今後どういうふうに対応されていくのかな。建築住宅課長。実はあの今あの長寿命化計画平成22年度に策定いたしますけれども、それにおいてはですね、一応今の既存の住宅についてはですね、まあ、エレベーターを設置して、まあ、高齢者対応するという、形にはなっておりません。で実際あの市営でございますけど、22と全体でですね、あの23棟のうち、まあ、9棟がエレベーターの設置をしてあります。で、県営住宅についてはですね、4棟しか、まあ設置されてないと。ということで、まあ、県営住宅につきましては、北園町の ABC 棟で、まあ、大規模改修の際にですね、廊下を増築しまして、そこにまあ3基エレベーターをつけたという改修をやっておりますけれども、今、市の考え方とすればですね、既存の住宅に対して、まあ、エレベーターを設置するというところまでは計画をされていないと。まあ、今後はまあ建て替えとかですね、当然その計画が出てくればですね、その時点でまあエレベーターの設置を当然回すという状況でございます。ですかね。それでは次に11巻の災害復旧費、向こう公共土木施設災害復旧費についての質疑を行います。364ページからです。それでは都市整備部所管分全体を通して質疑はありませんか。はい、それでは議員間討議に入ります。議員間討議を終わります。質疑を終わります。次に議第41号道路占用料徴収条例及び都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。質疑に入ります。質疑を終わります。
それでは報告事項になりますけれども、先ほど景観行政団体の意向についての報告は行っていただきましたので、平成26年度繰り越し免許費についての報告をしていただきたいと思いますが、報告に関係のない職員の皆様は在職退席をしていただいて結構です。平成26年度繰り越し免許費について説明をお願いします。報告をしてください。政務長。都市政務長。それで3月25日の会議へ提出予定であります平成26年度一般会計補正予算第14号に関わります繰り越し免許費のうち都市整備部所管部につきまして報告をさせていただきます。都市整備課長、都市管理課長から順に説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。都市整備課長。都市整備課長。まず、都市整備課分でございます。資料の方をご覧ください。道路新設改良電源立地交付金事業で、ゼゴン地内の道新第7号、市道柏木17の3号線鯖江橋橋橋下部工事でございます。12月補正で、説明させていただきましたが、仮設の解体の方が長くなったということ、それと11月の雨により、施設河川の堤防が浸食され、その復旧に時間を要したことなどにより、繰り越しとなるものでございます。その後の工事につきましては順調に進んでおりまして、5月末の完了を予定しております。続きまして、小規模休憩車地崩壊防止事業で、西山町長見地内の農林水産課の地産事業と合併施工をしています市政財第1号平成26年度小規模補助地産事業長峰41065号及び長峰地区小規模休憩車地崩壊防止工事です。これにつきましては地産事業工区におきまして秋の長雨と12月の降雪によりまして斜面の崩壊部分が軟弱となったことから重機作業が困難となりました。それによりまして施工上の安全面から融雪後の施工ということとなりましたので繰り越しとなるものでございます。なお都市整備課と農林水産課の方で合併施工をしております都市整備課所管の小規模休憩車地の崩壊防止事業工区、これにつきましてはグランドアンカーの施工とその後の路面の吹き付けも完了いたしまして、あと片付けが残っている程度となってございますが、合併施工ということでございますので、全体工事の完了見込みは4月末という形にを考えております。以上、都市整備班でございます。よろしくお願いいたします。維持管理課長。維持管理課長。それでは維持管理課所管の免許繰り越しについて説明させていただきます。報告資料同じくナンバー2の下段の部分になります。ご覧ください。まず、橋梁修繕事業で、加納地内の鯖江市側に仮設されております、加納橋と全城橋の工事費、合計9747万円を繰り越すものでございます。工事名は橋位第8号市道柏崎17の2号線加納橋橋梁修繕工事と、橋位第9号、市道柏崎17の1号線、全城橋橋梁修繕工事でございます。両橋梁の修繕工事の工法において、河川管理者である県との協議に予定外の日数を要したことと、その後の施工段階において、橋脚周辺の仮礁に支障物があり、その撤去工事に不足の日数を要したことから繰り越すものでございます。次に、河川施設修繕事業で工事費800万円を繰り越すものです。高柳町石黒の井谷地内になります。高架第1号、
伊谷川河川修繕工事です。10月から工事を実施してきましたが、今年は例になく12月初旬から値行きとなり、作業が困難になったことによる繰り越すものでございます。以上、維持管理局主管の平成26年度名誉繰り越しについてご説明させていただきました。よろしくお願いいたします。今の報告について質疑はございますか。ご質問でしょうか。はい、質疑意見を終わりたいと思います。以上で都市整備部関係の審査及び報告が終了いたしました。都市整備部の皆さん、大変ご苦労様でございました。皆さんにお伺いしますが、これから討論採決に入りますけれども、その前に休憩等は必要です。よろしいですか、続けて。採決に入ります。最初に請願はその後です。討論採決に入ります。最初に議第16号平成27年度一般会計予算のうち歳出の所管分を議題とします。討論はありませんか。はい、江口委員、はい、じゃあ、賛成の立場ではありますけど、討論させていただきます。まずはじめに、産業振興関係ですけれども、建設業への入職促進、人材育成支援を行うことは、評価をしますが、市として、他の部門でありますけれども、その建設業の技術者をですね、40歳までという独立で募集をしてですね、事実上人材を取り合う形になっているということは、市全体としての、 その事業の整合性というかをちょっと欠いているんじゃないかなというふうに考えますので、市全体として今後検討いただきたいというふうに考えます。また中小企業者設備投資支援補助金が、昨年から継続実施されることは、大変望ましいと思っているんですけれども、質疑でも言わせていただきましたけれども、設備投資を行うのは何も製造業だけに限った話ではないと思いますので、あらゆる業種に拡大をするというふうなことに今後配慮していただきたいなということが一点。もう一つ、風の丘米山についてなんですが、慎重に進めるというお話をいただきましたけれども、やはり民間事業者の参入とか、地元地域の皆さんの参加などを考えて、継続性を、事業の継続性をですね、十分配慮して、進めていってもらいたいということを問わさせてもらいたいと思います。また、今日の都市整備部関係ですが、住まい快適リフォーム事業、26年度は、事業費を残したというふうなこともありましたけれども、運用については弾力的な運用を心がけていただいて、少しでも多くの市民が、助成を受けて快適な住環境を受けられるように配慮をお願いしたいという以上の点を、意見を付して、賛成と討論とさせていただきたいと思います。他に討論はございますか。春川、稲作農家ですね、いわゆる米農家の所得が昨年度大幅に下落したわけ で今年度支援対策ということで、600万の計上があったわけですね。それで、稲作農家の対策強化緊急対策事業を創設したわけですが、今後もやっぱりブランド化とともにより一層の柏崎のですね、農家は農業を守る支援体制をより強固にしていただきたいと思っております。加えて園芸振興なんですが、
まあ、積極的な取り組みということで、今年度新規事業として園芸作物収穫出荷システムモデル事業ということで300万円の計上がありましたが、これにつきましてはやはり野菜をお金にしたいというふうな計画であるそうでございますが、より一層のですね、指導に努めていただきたいと思っております。それからこれにつきましては鯖江市沿線沿いを今モデル事業と組んでいるわけですが、この成り行きを見て今後また広げていただきたいと思います。2点目につきましては、除排雪なんですが、先ほど申し上げましたが、いわゆる共愛用道路についての補助金が今年度60から 75% 引き上げると、こういうことで非常にありがたく感じるわけなんですが、広く市民にですね、周知していただきたいということを据えて賛成討論といたします。他に討論はございますか。よし、はい、それでは討論終わります。これより採決を行います。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。なるほど、ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第22号平成27年度ガス事業会計予算を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第23号平成27年度水道事業会計予算を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第24号平成27年度工業用水道事業会計予算を議題とします。討論はありませんか。丸山委員、はい、賛成はするんですけれども、やっぱり意見を伏して賛成すべきかなと思いまして、ということを申し上げたいと思います。いろいろ過去の経緯があるにせよ、一社のみが存在していることによって特別会計を編成してまでこの事業を続けていく必要があるのかどうか、これからやっぱり将来に向かっての判断を迫られている時期なんじゃないかなというふうに感じています。したがいまして、32年には大改修を控えているというような説明もあったようですけれども、その改修を終えるその時点までに次のどういう方向にこの会計を進めるべきかどうかは判断してもらえるべきだろうという意見をして賛成をいたします。他に討論はございますか。よし、はい、討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。よし、ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第25号平成27年度下水道事業会計予算を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第37号高齢者活動促進施設設置及び管理に関する条例を廃止する条例を議題とします。討論はありませんか。討論も終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第38号家族旅行村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。
本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第39号ふるさと体験村設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第40号石地フィッシングセンター設置及び管理に関する条例を廃止する条例を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第41号道路占用料徴収条例および都市公園条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第42号財産の譲与（建物）を議題とします。討論はありませんか。討論を終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第43号財産の譲与（建物）を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第44号財産の譲与（建物）を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第45号財産の譲与（建物）を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第46号財産の譲与（建物）を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第55号企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に議第56号平成26年度一般会計補正予算（第13号）のうち歳出の所管分を議題とします。討論はありませんか。討論終わります。これより採決します。本案は原案の通り可決すべきものと決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に政第2号農協改革をはじめとした農業改革に関する請願を議題とします。お諮りします。本件について紹介議員の説明は省略したいと思います。はい、説明します。そうだね、はい、ご異議なしと認めました。がって紹介議員の説明は省略することと見てしました。質疑意見はございますか。ありません。よろしいですか。はい、終わります。質疑を終わります。
討論に入ります。討論ございますか。なし。あ、はい、山口議員、まあ、今日はあの障害議員もいらっしゃらないし、まあ、本当は認識を聞きたいなと思っていたところもあるんですけども、入れる面ではどうしようもないんで、なんですが、まあ、この請願の中身を見てると、何が言いたいのかよくわからないというか、農協なのか農業なのかっていうのは、すごくぐちゃぐちゃとしているのがあると思うんですね。で、まあ、今回の農業改革を進められたのは、家族農業経営が追い出されるというようなこともあります。書いてありますけども、 20% ぐらいは想定されているように私は認識してますし、まあ、そもそも JA の会長さんと政府とも、もう改革については、大筋合意をされているようなところもあります。さらに言えば、あのその共同組合原則を侵害するというふうに書いてあるけど、どこをどのように改革です、壊すのかというふうなこともわからないというような中でありますので、私としてはこの請願には賛成できないなというふうなことになりますので、反対の立場で投票していただきます。他に討論はございますか。賛成の立場で討論させていただきます。まあ、農協の歴史とか農協ができた意味、それをまあ踏まえないような、まあ、政府の対応だというふうに考えております。農協というのは、まあ、地域で自分たちではやっていけない農家の方たちが、まあ、突き上げたものだというふうに思っておりますので、企業参入等のためにですね、その辺をのことを揺るがしてしまうような、あの 農業改革といいますか、農業改革等はあのやるべきではないというふうに感じるところでございます。なんかあの自分たちの言うことを聞いているうちは言うことを聞かしておいて、言うことを聞かなくなったらそれを切り捨てるようなやり方に感じてしまうのが、まあ、付け加えさせていただきたいなというところでございます。で、先ほど与口さんの方からの話の中で、あの大筋合意というのがありましたけども、はなんかちょっと違うと言いますか、トップだけでかなんかやってるような感じがいたしますし、この辺のまあ出てきた流れの方もまあ含めまして、農家も農業者もこの文章を見れば非常にあの分かりやすく書いてあると思いますので、以上としまして賛成討論させていただきたいと思います。はい、丸山委員。ちょっとまあ言い訳みたいになるんですけれども、私はやっぱり農協の伝統を、地域に貢献してきたその立場というのはよく理解します。私は組合員ですので、しかし、かといってじゃあ今の農協の体質に改革は必要ないのかというと、政府の指摘もかなり当たっている部分もあるんですね。ですから私は、ね、今ここで一概にこの請願に賛成か反対かという問われると、どっちにも旗の上げようがないという感じがしているんです、正直のところ、うん、ですから私はもし許されるのであれば、私は採決に加わりません。他に討論ございますか。じゃあ一人とかね、はい、やべえ、まあ私もですね、この請願の私を見たときにですね、まあ、組織が違うと言いながらもですね、トップの方はそのですか、 TPP にあの反対してるみたいなことになりながら、そのさっさと大筋合意みたいな話が出てね、いる中で本当にその農業、農家、農村をですね、守ってくれる立場にあるのかやという、まあ、憤りに近い思いを増した中で、こういう請願が出てるわけですよ。で、そのまあ、今丸山さんの話にも委員の話にもありましたけれども、農協も改革しなきゃダメだというのは、まあ、自主改革するという、まあ、一応言ってるわけですよ。そういった中でですね、それが今いい悪いという議論はもちろんしなきゃダメだとは思いますが、私はやっぱりそのみずほの国
日本農協がですね、あるいは農村がこれ以上疲弊してはダメだと。で、いい悪いはもちろんいいところもあるし悪いところもあるんだけども、そういう意味でその農協ができてきた、あるいは働いている、ことはですね、やっぱり、最低限、まあ、あの保障というか応援しなければならんだろうと、そういう、まあ、立場であります。そういう中でですね、まあ、その このままその国政府の進めるような農業政策をやっていると本当に日本の国がそのものがダメになるという危機感の中でですね、多少その言い回しはいろいろあってですね、直した方がいいなと思う請願の趣旨なんかそう思うところもあるんですが、まあ請願項目というのがですね2つに絞られていて、その、ですか、つまり農村を守り、農業を守り、食料の自給率をその向上させるんだという一点とですね、その農協の在り方は農協自身が、自主的に、決めていくということにすべきじゃないかというその請願の趣旨、項目ですね、これはまあこの通りだと思いますので、そういう思いの中でまあ賛成をしたいというわけです。一言、もう一度付け加えさせてもらっても大丈夫ですか。付け加える。はい、先ほどの。ありでしたっけ、ダメですか。いや、あの発言はまだできると思います。じゃあ、すみません。あ、ちょっとさっき言葉が足らなくて申し訳なかったんですが、まあ、今のその請願の項目にもあるんですけども、まあ、各環境、農協っていうのは、全国的に一つボンと出来上がったものじゃなくて、各地域からできているものなんで、国がどうのこうのという口出しするものじゃなくて、各地域地域で改革しなきゃならんところを改革していかなきゃならんという考えのもとで進まなきゃダメだと思いますので、このような請願検証としていきたいなというふうに思いますので、賛成討論とさせていただきます。これの付け加えて他に討論はサラリーマンですか。サラリーマンはサラリーマンはこのことについて議論しないでいい。採決入ってもよろしいですか。あ、別に言わなくていいんだよね。討論があれば討論してください。討論よろしいですか。はい、それでは割り山委員は採決に加わらないということですね。はい、それでは採決を行いたいと思います。本件は採択すべきものと決するに賛成の委員の挙手を求めます。可否同数ですか。丸山さんいらっしゃらないと。丸山さんにいらっしゃらないです。三ですね。はい、委員長採択ですね。はい、すみません、委員長賛成させていただきます。はい、賛成多数です。本件は採択すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された事件はすべて終了いたしました。委員長報告につきましては政府委員長にご意見いただければと思いますが、ご意見ございませんでしょうか。はい、ご意見ございませんので政府委員長一任とさせていただきたいと思います。以上で本日の委員会は散会いたします。大変お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。